今回はチューブトップやベアトップと呼ばれる肩紐がつかないトップスの作り方です。透け感のあるトップスを制作した時に着るためのインナーが欲しくて作りました。体にフィットしつつ締め付けすぎない作り方です。キャミソールを作るより簡単に作れます。生地は柔らかいニットを使いました。製図はこのような感じになっています。5ミリ幅の柔らかいゴムを等間隔に縫い付けていくシャーリングという方法で立体的なひだを出し、着やすさも備えています。家庭用ミシンのジグザグの目盛りで縫います。等間隔で5本縫いました。縫い目は直線縫いでもいいけれど、でもゴムが丸まってしまい微妙に伸縮性が悪くなるので、できればジグザグ縫いをおすすめします。ゴムを5本縫い付けました。このような感じになっています。表側からは立体的なひだ状になって見えます。中表にする前に裾は三つ折り縫いの始末をしています。上の方はゴムを通せるようにしておきます。脇を縫う時に1センチほど縫わないで三つ折り縫いしてあります。脇を縫ってゴムを通したら出来上がりになります。この丈を伸ばすとワンピースにもなります。ちなみにこういうトップスを着るときにはブラジャーの肩紐を透明なブラストラップにしたりするといいと思います。このトップスを1枚で着ることはないですが、カーディガンや透け感あるトップスと合わせて着ています。今回は肩紐がつかないチューブトップ、ベアトップの作り方でした。詳細はブログでも書いています。 SNS も発信しています。お気軽にフォローしてください。この動画がお役に立てたり面白いと感じていただけましたら、いいねやチャンネル登録をしていただけると励みになり、とっても嬉しいです。今回も最後までご視聴していただきありがとうございました。